そうそんな感じです。そうなんです。お、今日はチーム B 初日ですね。へえ、すごい。なんかかわいい B って感じ。お、左は髪染めてるやん。かわいい。 B に合わせたんだろうな。ちょっと暗くしたんだろうな。かわいい。じゃあ海派、山派、家派。でも必然的にさ、家派になっちゃったよね。うん、予期せず家派になってしまった。やだ、あれ見たんかわいい。ツイッター拝見中です。そう。いやゆきりんさん、声が出なくなってしまった。それな、見たよ今ちょうどツイッターで。ねえ、大丈夫かね。いやでも本当にここまでなんか変な話変な話というか、ここまで来てもうかからなかったらもうかからないだろうって思うんですけど、だって私 2、3回ぐらい濃厚接触になってるんですよ。そう、なんか夏とかも濃厚接触者になったんだけど、そう、でもその時も公演出てた組が6人ぐらいになっちゃって、私はあれで、そうだから結構あれなんですけど、なんでしょうね、わかんない。予防接種、ワクチン、そう、ワクチンは2回してるんですけど、そうターでも撮ったスター撮ったかもしれない。ね、何なんでしょう。なんか運がいいだけなんですかね、きっと。でもあれだよね抗体検査、抗体検査、抗体とかあるんだ。抗体持ってたらかかんないの？免疫系が強いのか、そうかもしれない。そうなんか強ってみんなから言われて、マリアでも大丈夫みたいに言われて、そう LINE で「全然大丈夫なんだけど」って言って「何回目濃厚接触？」って「23回かな」みたいな「強」みたいな。そうズッキーは無事、そうズッキーも元気らしい。 R1 飲んでないんですよ。なんか R1 飲み始めようと思って花粉症対策になんか飲んだんですけど、3月ぐらいになんか R1 ちょっと無理で、なんか飲むヨーグルトがあんまり好きじゃなくて、だから R1 はそう断念したんですけど、でもやっぱ手洗いうがいは大事だからね。そう、みんな手洗いうがいしないと。でもそれぐらいかな、してることは。でも明日のお話し会がいつに振り替えとかなるのかどうなんだろう、そういうのも全然決まってないのかな。里美奈って結構身長あるんだね。そして足長。レミタソかわいい。でもさ、もうほんとさ、暇すぎてさ、もうなんか夏服を探すことぐらいしかできなくて。かわいい夏服いいよね、半袖は。でも今年の半袖はなるべく長袖で生きていきたいなって思うんですよね。独り言です。153、一緒やん。小林蘭ちゃんも意外と、あ、そう、蘭ちゃんはね、そう背高いのよ、スタイルいいし、そう蘭ちゃんほんとなんだろう、最近の女の子体型してる。31パチキャンダブルカップだって。好きなフレーバーのダブルにパチパチキャンディをトッピングできるパチキャンダブルカップを販売。いいなー、食べたーい。ランちゃんはまだ伸びそう。そうね、ランちゃんはまだ身長も伸びるかもね。いいなぁ。じゃあ何が好きなの？31ですか？31ベスト 5？ 順位は分かんないけど、でもとりあえずコットンキャンディー、キャラメルリボン、ホッピングシャワー、あとなんだろう、抹茶、ラブポーションかな、いや違う、ストロベリーチーズケーキみたいなやつかも。レミタソかわいい。いやー、ほんとにかわいいですよね。31はまだ一回も行ったことない。やば、それは行った方がいいよ。いいな、31食べたくなってきたな。頼み方難しそう。そうかな。31アイス電子類シェイクにできる。あ、そうなんだ。シェイクは、シェイクはあんまりだな。でもクッキーサンド、クッキーサンドみたいな、アイスサンドあるじゃないですか、31って。そう、あれをめちゃくちゃ高校生の時に食べてた記憶。じゃあオレンジソルベしか、ああオレンジもね美味しいよね。子供の時はオレンジとか、オレンジとメロンばっか食べてたかもしれない。クッキークリーム美味しい。なるほど、こんばんは。ホームランバーも美味しいよね。よし、アイスドッグって知ってる？アイスドッグは知らないな。アイスドッグなんだろう、調べます。アイスドッグ、何それ。ちょっと思ってたんと違った。コッペパンにアイス挟んでるやん。アイスまんじゅう、こんばんは。雪見大福はね美味しいよね。スイカバー。ピノのアーモンド、アーモンド派ね。ピノさ3種類入ってるじゃん、赤と青とそのアーモンドの黄色だからね。アーモンドだけ残るんですよね。だから一緒に食べたら完璧だね。私が赤と青とを食べて、そうアーモンド残すので。白熊練乳アイス、いいよね。白熊練乳アイスは美味しい。なんか一回催事みたいなやつで、なんかその本場のなんだっけ、どこだっけ、鹿児島だっけ、どこ、宮崎かな、分かんないけど、催事で出てて、それでなんかそのカップじゃなくて本当にお皿に入ってる白熊アイス食べてめっちゃ美味しかったっていう記憶があって、そうだから白熊くんは美味しいですよね。ありがとうございます。アニメは見ない。今ですか？今は見ないです。でワンピース見るとしたら明日か明後日か。機会なのであの国編の追いつこうと思います。何に登録したら見れるの？普通にゲオとかTSUTAYAで借りてきてもいいんじゃないですか。それか私は何で見るんだっけな。私アマプラかな。アマプラで見ます。入ってるはず。ワンピースアマプラだね。アマプラは結構見れますよね。最近借りに行くという概念がなくなったね。確かに。でもやっぱアマプラもネットフリにもないやつとかがたまにあるからね。それはやっぱTSUTAYAさんはなくしちゃいけないですよね。よいしょ。ワンピースの好きなキャラ、ペローナかな。あとなんだろうな。でも麦わらの一味だったらやっぱ誰だろう。麦わらだったらゾロかロビンかな。ワンピースは本当にみんないい、めっちゃいいキャラ。あとボンクレー好きだよ。ボンちゃんというわけでそろそろ11時なので終わりにしたいと思います。13位和田ちゃん、ね大福さん、12位げこたさん、11位やすさん、10位ショートさん、9位しのぴーさん、8位のりやね大福さん、7位わやせ73さん、6位ひでおさん、5位なつめやね大福さん、4位ゆきせつこうゆきひかりさん、3位やすべえさん、2位お父さんさいたまさん、1位ゆうた姉のことが大好きですさんです。ありがとうございます。じゃあまた明日、バイバーイ。よいしょ。